あの女の子めっちゃ可愛い。一目惚れしました。好きです。結婚を前提に付き合ってください。結婚っていうか会うの初めてですよね。君を見た瞬間に運命を感じたんです。名前も知らない人と付き合うっていうのはちょっと。ケンジと申します。よろしくお願いします。気持ち悪い。心痛い。はい、望月凛です。今回はベストセラー作家タッカー・マックスさんと有名な進化心理学者であるジェフリー・ミラー博士の書かれたモテるために必要なことは全てダーウィンが教えてくれた進化心理学が教える最強の恋愛戦略を解説していきます。この本は一言で言うと、進化論的に正しいモテ方について教えてくれる本だ。一つ目は、女の子の求めるものを理解する、だな。モテるための最初のステップは、女の子が何を求めているのか、なぜ求めるのかを理解する、ということだ。女の子が何を求めているか、ですか。うん。過去30年以上の膨大な研究結果により、女の好みは気まぐれでも複雑でもないことが分かっている。女が男を選ぶ好みというのは、実はとてもはっきりしているんだ。え、そうなんですか？ああ、文化や民族性、人種に関わらず、全ての女性は根本的に似たような男の特性を繰り返し選んでいる。わかりやすく言うと、有能な男だ。自然界全体を見ても、メスは有能なオスを好み、無能なオスは見向きもされない。これは生物学的にも環境変化に適応して生き残り繁栄に成功するための自然なことだ。厳しい現実。でもまあそうですよね。だからモテたければ女に自分の有能さを伝える必要があるということだ。なるほど。そして男が女に自分の有能さを伝えるために必要なことは2つある。1つは有能な特性を身につけてそれを発揮する能力で、もう1つはその能力を活用して女が求めるものを与えようとする意欲だ。能力と意欲か。いくら有能でも女と付き合う意欲がなければ交際には発展しないし、逆に意欲がいくらあっても能力がない場合、片思いし続けて終わりだ。俺も意欲はあるんですが、能力に自信がありません。安心しろ。次から女から見て有能と思われるための方法を紹介していく。次は、まず無能さを抑える、だな。生き物としての有能さは、生物学的に女性を魅了する。だが、多くの男が有能さを高める前に、やるべきことがある。有能さを高める前にやるべきこと？それは、無能さを抑えることだ。無能さを抑える？どういうことだってばよ。野球を例に説明しよう。お前がチームに貢献するために最初にやるべきは、ひたすらホームランを打つ練習をすることではなく、まずは三振せず、とにかく出塁したり、守備で失敗しないために地道な練習を積むことだ。なるほど。基本的なことがダメダメの状態でホームランを打つ練習してても意味ないですもんね。モテるためにも同じことが言える。有能さを身につけアピールする以前に、まずはダメな行動をやめるということだ。有能さというのは多くの女性に好かれるが、無能さは全ての女性に嫌われる。嫌われたくない。どんな文化だろうが人種だろうが、女というのはナルシストや気味の悪い男、変人、ストーカー、間抜け野郎に直感的に嫌悪感を抱く生き物なんだ。間抜け野郎。つまり有能さを伸ばすよりも無能さをなくす方がずっと重要になる。例えば腹筋をシックスパックに割るのではなく、ビール腹を直す。高級ブランドで着飾る前にちゃんと歯磨きしたりブレスケアをして口臭に気をつけるという具合にな。そうか、勉強になります。次は健康的な見た目を手に入れる、だな。なんか意外というか、本当にそんなことでモテたりモテなかったりするんですか？ああ、モテるためには健康的な見た目をしているということが重要だ。見た目？実はパートナーを見た目で選ぶというのは進化的な行為で、パッと見でどのくらい長く生き延びられそうなのか、つまり健康なのかというのは生物として重要な要素なんだ。健康的な見た目って太っていないとかそういうことですか？ああ、何も完璧なボディを手に入れる必要はなくて、普通の体型でいいんだ。プロアスリートのようなムキムキの腹筋バキバキになる必要はないし、ボディービルダーのように筋肉マッチョになる必要もない。そうなんですか。むしろジム通いで体型作りにはまってしまうと、いつも鏡を見て自分の肉体に見とれているナルシスト野郎だと感じさせてしまうリスクすらある。なるほど。大切なのは健康的な睡眠、運動、食事の習慣を身につけることだ。そして姿勢にも気をつけること。姿勢？些細なことに思うかもしれないが、猫背のような姿勢だと不健康そうに見えてモテないから、今すぐ直した方がいいぞ。そうなのか。シャキッ。次は心の健康を手に入れるだな。体の健康の次は心の健康ですか。うん。女は男の心の状態を本能的に察知する。なぜなら女は男からの攻撃による被害に遭いやすいからだ。なるほど。例えば少しでも取り乱したところを見せると、この男は危険なくらい暴力的になるかもと心配する。そうやって心が健康ではない男に対しては本能的に恐怖や不安を抱き、性的嫌悪を感じるんだ。そうなのか。ああ、逆に幸せ、ユーモア、打たれ強さ、陽気さ、寛容さといった特性は心の健康の表れであり、多くの女を魅了する。そしてこのほとんどの特性が精神疾患によって失われるものでもある。だから心が健康だとモテるっていうことか。そうだ。その心の健康を手に入れるために今すぐできる3つのことは、睡眠、栄養、運動で体の健康を向上させるための方法と全く同じだ。当たり前のことすぎると思うかもしれないが、これは優秀な精神科医がどんな治療よりも先に患者に勧めるほど重要な改善方法だ。また愚痴を言わないというのもおすすめの方法だ。店の文句を言う、前を走る車の運転に暴言を吐く、そういうネガティブな発言は精神的に打たれ弱い男だという印象を与えてしまう。だから愚痴を言わないだけで精神的にタフな印象を与え、モテやすくなるというわけだ。なるほどな。次は賢さを示すだな。あー、絶望的じゃないですか。俺賢くなさには自信あるんですよ。嫌な自信だな。生き抜くための強さというのは進化の過程で変わってきた。社会の移り変わりによって筋肉よりも知性こそが生き抜くために重要になってきたからだ。知性ですか。ああ、だが安心しろ。女が魅力を感じる賢さというのは脳がどれだけうまく働いているかを示すものだ。教科書的な頭の良さというのは経済的な成功には重要だが、モテにはそこまで必要ない。おお、そうなんですね。近年英国放送協会 BBC が53カ国12万人を対象にパートナーの最も魅力を感じる特徴について調査したところ、1位知性、2位ユーモア、3位誠実さ、4位優しさ、5位身体的魅力、6位道徳観、7位コミュニケーションスキル、8位信頼性という結果が出た。上位8つの特徴のうち知性、ユーモア、コミュニケーションスキルという3つが知性に関係することなんだ。そうなのか。でも具体的にはどうすれば。ポイントはユーモアのある会話を心がけることだ。それによって知性をアピールすることができる。もし会話に自信がないなら、いっそのこと黙って聞き役に徹し、変に知ったかぶりをせず、知らないことは知らないというようにするといい。そういう知的な謙虚さというのも知性を示す重要なサインの一つなんだ。はい、望月凛です。今回は AV 監督である二村仁志さんと婚活結社魔女のサバトの主催である川崎貴子さんの書かれたモテと非モテの境界線を解説していきます。一つ目は幻想を捨てるだな。ガツガツモテようとせず真面目に働いている独身男性ほど幻想を抱いている人が多い。まずはその幻想を捨てるところからだ。幻想ですか？はあ、モテない男性はそのうち俺の前にいきなり美女が現れて自分はすごい恋愛に落ちるとぼんやり信じているんだ。そして今はまだ本気を出していないだけなんだと思っている。いや俺はそんなこと思ってませんよ。ちゃんと自分の身の丈に合った人を探してますって。本当にそうか？例えば合コンに行ってもおそらく芸能人みたいな美女はいないし、運命の出会いもないだろう。だから結婚にもお付き合いにも踏み切れない。そして心のどこかできっともっといい子がいるはずだなんて思っていないか？それはちょっとあるかも。すごく失礼な話ですけど、もっといい子いないかなって思っちゃってる自分がいます。いいか？厳しい言い方かもしれないが、まずは現実を見るんだ。見た目も性格も最高なお前の理想の女の子は現れないということに気づけ。そんな理想の女の子が現れることを待っていても無駄に年を食うだけだぞ。辛すぎる。でも確かにその通りですね。俺は夢見すぎてたのかもしれません。かなり心にくることを言ってしまったが、モテる男になりたいならまずはその事実を理解解してくれ。そしてその幻想を捨てることからモテる男への道はスタートするんだ。次はいろんな女性に目を向けるだな。お前どんな女の子と付き合いたい？とにかく美人な女の子ですね。これは譲れません。なるほど。まあ美女が好きというのは個人の自由だし悪いことではない。ただモテたいならここの意識を少し変えてほしい。お前のストライクゾーンの外の女性、つまり美女じゃない女性も女性なんだと意識するんだ。そしてそういう女性たちとも積極的に交流してみる。それだけでお前は格段にモテるようになるだろう。美人以外と交流することでモテる？どういうことですか？実は女性というのは男の器をよく観察している。いろいろなことに対してこれしかダメと限定している人を見ると、こいつの器ちっさ、おちょこサイズかよと思われてしまう。逆に許容範囲の広い男性を見ると女性はこの人は素敵だと感じる。つまり美女としか話したくないという態度の男性よりもいろんな女性と分け隔てなく接する男性の方がモテるんだ。なるほど。それに実は美人ほど中身を見てもらいたがっている。あなたが美人だから好きですと言っている男なんて5万といるからな。言われてみれば確かにそうだな。それよりも美人じゃない女性も含めいろんな女性の良さを知った上で、それでもあなたを選んだというポイントを見つけてもらえた方が美人な女性は喜ぶはずだ。なるほど。だから美人と付き合えていない男が美人と付き合うためには美人じゃない女の人の良さを知ることだ。それが美人と付き合う近道なんだよ。そうだったのか。次は自分にとっての幸せを考えるだな。幸せな恋愛をするためには自分にとってどんなことが幸せなのかという問題と向き合わなければいけない。俺は美人と付き合えたらそれで幸せですよ。付き合うことももちろん大事かもしれないが、その先についてもちゃんと考えなければいけないぞ。どんな結婚生活をしたいかという未来のビジョンまでしっかり描いておくんだ。そうだな。夫婦の会話が多いあったかい家庭を作りたいですね。なるほどな。それなら美人であることに執着するよりも話が合うとか一緒にいて楽しいとかを重視した方がいい家庭を作るためには大事なんじゃないか。いくら美人でも話が全く合わなくてわがままだったりしたら付き合ってても辛いだろうし、いい家庭なんか作れないだろう。言われてみれば確かにそうですね。そう考えると俺にとっては相手が美人なことより一緒にいて楽しい方が大事なのかもしれません。そうだな。お前は今美人であってほしいという一つの理想にとらわれている状態だ。しかし相手とどう幸せになりたいかというところまで見据えると急に視野が開けて本当に自分が大事にしている基準が見えてくる。そうなると近くにいる人や以前から知っていた人にも目が向くようになるだろう。今まで高嶺の花ばかり追いかけていた状態から身の回りにも綺麗な花がたくさん咲いていることに気づくわけだ。だから幸せな恋愛がしたいならまずは自分がどう幸せになりたいかということを明確にするといいだろう。今日の授業は終わり。また来てね。